こんにちは、サイソン和也です。引き続き総合格闘家の鶴谷玲さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。格闘家としての一日だったりとか、はい、プライベートの話を聞きたいと思うんですけど、はい、どういうふうな一日を過ごされてるんですか？まあ、自分は朝なんじゃろう、まあ、ちょっと遅めに起きて昼から練習なんで、昼練習して指導がある日はその小さい子にレッスンを教えたりとかして、その後また夜練習でみたいな感じです、はい、今指導者としてもご活躍されてるんですか？そうですね、あの小さい子のキッズのレスリングとかを教えてやってますね、はい、あ、ここで？そうですね、はい、あ、先生のまではあるんですね。そうですね、はい、じゃあその教えていただいてる子供たちはめちゃくちゃ幸せですね。いや、どうですかね。はい、ね、だって実際にそう活躍されてる現役の選手から指導してもらえるっていう、はい、僕が子供だったらめちゃくちゃ嬉しいな。本当ですか？はい、でもどうなんですか、考えてるんですかね、その小さい子とか分かってやってるのか分かんないですけど。あ、なるほどね。もしかしたら分かってないかもしれないですけど、はい、大人の方にも教えたりとかもあるんですか？あ、そうですね、大人の方にも教えたりすることもありますね、はい、あ、それは充実？いや、それはまあグラップリングだったり、まあ、キックボクシングだったりとか。そうですね、はい、あ、じゃあそういうふうに指導者としても活躍されていて、はい、指導者の時間もあれば選手として自分の練習する時間を作ってる感じなんですか？そうですね、はい、練習はもう毎日ですか？そうですね、まあ、日曜日以外は基本毎日2ブレをやるようにしてて、はい、はい、プロの格闘家って、はい、メニューとかは練習メニューは自分で作るんですか？まあ、そうです、まあ、ある程度大体やることは大体決まってるんですけど、例えば自分とかだったら、まあ、レスリング出身なんで、もうちょっとレスリングやりたいなと思ったら自分の母校の高校に行ってレスリングやったりとか、まあ、今日打撃の日だなと思ったら一人でこのアルパインジムで打撃やったりとか、まあ、自分で、まあ、ある程度変えれますけど。そうなんですか、はい、レスリングやるときは母校に行くんですか？そうですね、やっぱ高校生と高校卒業して月日が経ってる鶴谷さんは全然やっぱレベルが違いますか？いや、でも週に1回ぐらいしか行ってないんで、やっぱその高校生とも毎日練習してるわけじゃないですか。なんでやっぱスピードとかもすごい速いし、またそれはそれでいい練習になるし。あ、はい、そうなんですか、はい、そういう風な一日を過ごしていて、プライベートで日曜日とか休みの日ってどういう風にされてますか？はいはい、日曜日とかって結構なんか試合が多かったりするんですよ。なんでその試合の応援だったりとか、まあ、そのセコンドに行ったりとかで、まあ、基本的にはもう毎日格闘技ですね。だから日曜日も格闘技見に行ったり。ああ、じゃあ格闘技から離れるってことはなかなかもう難しい？そうですね、まあ、はい、プライベートをちょっと掘り下げたいんですけど、はい、格闘家として今活動されてる中で、はい、恋愛とかもするんですか？いや、でも格闘家になってからしてないですね、はい。それは格闘技に集中したいからとか？いや、そういうわけじゃないんですけど、まあ、まずジムにそんな、まあ、女の人もいないし、まあ、仕事場もここだし練習するとこもここだし、まあ、ずっとここにいるんでそんなにないですね、その出会える場というのかな。例えばみんなで飲み会に行こうよとか、はい、会食に行こうよって言ってそういうのはないですか？そうです、あんまないですね。なんか、はい、基本的にご飯食べに行くとかも練習の後にみんなでじゃあ飯行こうぜみたいな感じなんで、だからそんな出会いはないです。ああ、そうなんだ、はい、結婚したいとか、はい、家庭もしたいとか、はい、そういうのってあったりするんですか？まあ、そうですね、まあ、いずれかは結婚して、まあ、自分の子供にも格闘技やらせたいなみたいな、うん、なんか自分の父親見てるとその自分の子供に格闘技やらせてその自分の子供をチャンピオンさせるっていうのもなんかちょっと楽しそうだなと思ったりはします。ああ、やっぱ自分の子供が生まれたら格闘技させたい、はい、まあ、そうですね、させたいですけど、まあ、やってくれればって感じですね。なるほど。でも実際に今格闘技やってますもんね。そうですね。多分お父さんの目標は息子さんを UFC のチャンピオンにするっていうのは目標なんです。はい、多分そうですね。そしたら2代3代そうですね、なる。今はどっちかっていうと、はい、どっちかっていうともう格闘技にのめり込んでるような、まあのめり込んでるというか、まあ、でもそうなっちゃってるみたいな感じですけど。なるほど、なるほどね。ちょっと気になってたのが、はい、今日も髪の毛の色ちょっと違うじゃないですか、はい、毎回毎回試合で髪の色変えられてるじゃないですか、はい、そうですね。それって何かあるんですか？シンプルになんかそのちょっと秋っぽかったりするんで、まあ、色つけてる時は結構いろいろ変えたりして、今ちょっと落ち着いてるんですけど、まあ、ちょっと髪の毛傷んじゃってるんで一回落ち着かせるために黒にして伸ばしてるって感じです今は。じゃあ次の試合がある時はまた
髪の色を変えて仕上げてる、はい、そうですね、まあ、髪の色変えたりとか それこそ髪の毛編み込んだりとか、まあ、いろいろ何かしらして出たいなと思ってます、はい、そういうのっていつ決めるんですか。そうですね、まあ、でも試合が決まって、まあ、次の髪をどうしようかなみたいな。前回の試合なんかはパンツが黄色ってもう決めてたんで、まあ、それで髪の毛もちょっと黄色にしようかなみたいな感じで決めたりとか、その時の気分ですね、その試合の気分によって。あ、はい、それは行きつけの美容師さんみたいなのあるんですか。サポートしてもらってる美容師さんがあって、そこでいつもやってもらったりとかします、はい、なるほど。じゃあ次の試合は何にしましょうかね。そうですね、ちょっとみんな楽しみにしてください、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。